生きた人間です。またじゃないと、またポンちゃん、状況わかってる？ここがどれだけ大事か。すでに裏切り者である君や僕や C さんが今生きていられるのは、地球との交信が遮断されているからだ。もし君が毒素の放出を怠り、12班の奴らがここに侵入して、第4班が裏切りました、みんな殺される、なんて通信されたらどうなるかわかる？ 100% 粛清だよ。僕らはもちろん、ふるさとにいる君の家族もね。君は何のためにここに来たの？何のために命がけの手術まで受けたの？大好きなお母さんや兄弟たちのためでしょ。昨日初めて目の前で人が死んでびっくりした。でもね、君が今さらビビったところで彼は生き返ったりしないし、むしろ彼にも申し訳ないと僕は思うな。毒でここを守るのが君の仕事だ。後戻りできない君の任務。